could be good for me。本日もエヴァードームのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども3月12日午後16時17分 YouTube 録画しております。今日もですね、ナウさあ始まりました。本日もエヴァードームのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども3月12日午後16時18分 YouTube 録画しております。今日もですね、主要なダウとか、それからナスダック、株式などもしっかりチェックして、それからですね、指標などもチェックしていきます。その後、ビットコイン、イーサレム、XRP などの主力のところをしっかり見ていき、エヴァードームという形で進めてまいりたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。では、まずニューヨークダウをちょっと振り返っていきたいんですけども、229ドル安で引けてきました。それからナスダックの方も大幅に下落になってしまって、286ポイント。結構ナスダックの、ね、下げも大きいですよね。まあ、その状況で今どんな状況なのかというところ、まあ、先物などはまあ小安い状況、それから日経先物も240に安くなっております。それから気になる指数、オイルの方が109ですね。それから金先物、こちらは小幅安ということで、ミックス数の方が 30.75、こちらは高止まりしております。この辺がちょっと嫌気が、ね、出て、こう株式とかが朝寄り付き、多分日本の株安いんじゃないかなというところで、まあ、その安くなったものが下げ幅縮小するのか、下げ幅拡大してしまうのか、ちょっと月曜日はね、ちょっと読めないというところ、まあ多分ちょっと怪しいなと思ってます。ロシア、ウクライナの問題が落ち着いてあればですね、少し下げ幅縮めてくる可能性もあるんですけども、何かまた悪い問題がね、どんどん出てくるということになってくると、下げ幅拡大して、また何百円安みたいな形で終わるんじゃないかなと、ちょっと考えています。その中、ビットコインとかね、今日イーサリアム、アルトコインは強いですね、今日ね。ちょっとしっかりこの辺見ていきたいと思うんですけども、ビットコインが今458万円ということで、かなりね、ニューヨークダウとかから見ると相関性低いように思います。それからイーサリアムもこちらも30万一を超えてキープしておりまして、30万3000円ぐらいということで、こちらもこじっかりですね。まあ、それから今日動きがいいところは、リップルでした。100円まで迫る動きだったんですけど、少しそこから利確が入ってきて、今ちょっと調整して 93.4 円ぐらいですかね。まあ、一応今日 6% ぐらい上がっているような感じで、コインチェックの方で表示が出ております。はい。ということでね、この辺の主力のところもこじっかりなんですけども、エヴァードームはじゃあどんな動きしているのか、皆様と一緒に見ていきたいと思います。はい。こちらがエヴァードームの本日の価格になっております。5.5 円ということで、今日はほぼ広告期 0.5% の上昇ということで、まあ、こじっかりですね。それから冷やしチャートから確認していきたいと思うんですけども、今状況的にはかなり横ばいになっているような状況ですね。少し下がった場面ではかなり買い物がしっかり入ってきてということで、まあ、動きは悪くないと思っています。1週間のチャートも確認していきましょう。こちらの方は 6.2 円ぐらいでスタートしました。そこから今少し安くなってきてしまって、で、そこからまた戻してきたというような状況ですかね。動きは悪くないと思いますけどね。5.2 円ぐらいから今戻ってきて 5.5 円ぐらいまでちょっと回復しているよっていうところです。まあ、ちょっとこうガクンとね、落ちてもおかしくはないかなと見ていたんですけども、安くなるとしっかり買い物が入ってくる。これはいいんじゃないかなって考えてます。それから1ヶ月前のチャート、1ヶ月チャートなんですけども、これ11円ぐらいまでありました。そこからですね、あ、すいません、失礼しました。はい。こちらが1ヶ月のチャートになっております。11円ぐらいまであったこちらですけども、今そこからまあちょっと半分ぐらいになってしまったというのが現状ですね。まあ、値段的には安くなったようにも思えるかもしれませんが、まだまだね、その辺の値段っていうのは回復できるんじゃないかなと個人的には考えてます。新しい10倍とかになったようなね、仮想通貨ということもありますので、まあ、ちょっと油断は禁物。それから売りも出てきやすいと思います。売ろうと思えばかなりまとまった売りが出てくるので、崩れるときはちょっとまとまって崩れちゃうかもしれません。ただしこちらのメタバース関連ということもあります。それからエヴァードームというのはそのメタバースの中でもさらにど真ん中にいるような仮想通貨だと私は考えておりますので、まあ、売り圧は比較的少ないんじゃないかな。まだまだ将来のね仮想通貨というか未来の仮想通貨になりますので、まだまだそのエヴァードームが実際に使われるまではというところはあるかもしれませんので、まあ、ぜひね、皆さんも YouTube 今ご覧になっていただいてますが、YouTube 同様ですね、今度メタバースでちょっと楽しもうかなみたいな。メタバース空間でも YouTube が見れたりとか、ちょっとわけわかんなくなってくるような状況だったり、まあ、とにかくエンターテイナーとしてなんかこう活躍するような仮想空間としてね、まあいろいろ便利にもなると思います。まあ、車の市場だったり、それから買い物もそうですよね。わざわざお店に行かなくてもそこで仮想的に体感して、それが注文そこでオンライン決済みたいな仮想通貨で
ドームで払いますみたいな感じでね、払って、それが家に、実際の家に届くみたいな感じになってくるんじゃないかなと思うので、非常に楽しみですよね。それからコストダウンにもなります。企業の、例えば車のショールーム、その中にあればいらないですね。外にあるショールームっていう形になるかもしれません。これはどうかわからないですけども、かなり企業の予算もそこに注視していけば、かなりコストを抑えられるんじゃないかなと思ったりはするわけで、まあいろいろね、こう、求人の問題とか、その、問題も出てくるかもしれない。もう人雇いませんよみたいなことになってくるとちょっと困るかなっていうところあるんですけども、非常にコストは抑えられるんじゃないか。企業側としてはメリット結構でかいのかなと。それからユーザーの方もかなりいいですよね。はい、こちらがですね、1年間のチャート。まあ同じですね。こちら同じ。冷やしでいきます。はい、ということで最後冷やしのチャートでまた元に戻りましたけども、今日不安定な動きになるかと思ったんですけど、比較的穏やかです。で今ちょっとイーサリアムとかがマイナス転換してます。イーサリアムクラシックなども転換したということで、まあ、エバードームのはまだね、プラスキープしておりますが、ちょっとマイナスに少しなってくる可能性十分あるかなと思いますので、その辺は警戒感を持った方がいいと思います。土日はやっぱりね、仮想通貨、ちょっと崩れやすいです、最近ね。ちょっとその辺気をつけていただいて、まあ、ぜひこれからの投資に生かしていただければと思っております。ですので今レンジでね動いてますのであんまり動きがないんですけども上に行くとしたらまあ6円ぐらいまで行く可能性も十分あるのかなと。それから下に行く場合4円ぐらいまで見ているので、まあ、4円から6円ぐらいで動くんだろうなっていうのが、まあ、ちょっとエバードームの直近の動きですね。まあ、その後はどうなっていくか、じりじり上がっていくんじゃないかなと、こちらで考えておりますけども、全体の把握をしながらですね、エバードームは長く付き合うことになるんじゃないかなと皆さんも思いますけどね。まあ、ちょっとその辺は一部利確しておくっていうのも必要かと思いますので、まあ、かなり安く買えてた方、ちょっと利確の方もね、少ししておいても悪くはないと思います。また自分が買えてた値段とかに下がる可能性も十分ありますので、まあ、血合いは本当悪いので、いつ何時ね、落ちてしまってもおかしくない。まだまとまったでかい急落というのが、思い返してみるとあんまりないです。ですので、ここは、そういう下落が1回ぐらいは、1、2回は来るかもしれませんので、気をつけていきましょう。見逃さないように、ぜひね、チャンネル登録、まだの方はぜひしていただいて、してる方はぜひね、エバードーム、興味ある方はまた見ていただければと思います。エバードーム今後ね、動くと思いますので、これからさらに増やしていく予定です。それからメタバース他のものもね何かいろいろありますのでそちらも何か面白いものあればぜひコメント欄の方に書いておいてください。方も機会を作ってやってみたいと思います。あんまりちょっとランキング5000円とかになっちゃうとねちょっとあれですけどもある程度まあ名前が知られているところそれから知らなくても皆様が知らなくてもこれは絶対いいよっていうものがあればぜひランキングまあその場合はちょっとね下がってまあ5000とかいっちゃうとちょっと調べてからになっちゃうかもしれませんけどもまあぜひ何か、そういう情報を知っている方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄の方に書いておいてください。まあ、メタバースじゃなくて、こういうのもちょっとチャート分析してほしいというものがあれば、そちらも合わせて書いていただいて大丈夫です。ちょっと、その理由などもね、ちょっと簡単に書いていただけると非常にありがたいなと思うばかりです。まあ、全部できるかわからないですけども、私も、あ、これ面白そうだなと思ったら、ぜひ取り上げてさせていただいて、YouTube の方でチャンネル登録していただいている方、それからこれからしていただく皆様の視聴者さんに向けてちょっと動画作っていきますので、ぜひこれからもどうぞこちらの YouTube よろしくお願いいたします。ということで今回メタバース関連のエバードームですね、ちょっと改めて紹介させていただいたんですけども、まあ、今後エバードームというね、聞く日が増えてくると思われます。ぜひ皆さんもまだご存知あまりない方はね、ぜひチェックしていただいて、よく調べてみてください。で、あ、これはやっぱり面白い仮想通貨だなとか、ちょっと興味深いなということであれば、ちょっとね、自分のポートフォリオに少しだけ入れてみたりとかしてみるのも悪くないんじゃないかなと考えております。はい、今回エバードームいかがだったでしょうか。また今回ね、改めてエバードームの良さが何か、私もひしひしとちょっとこう身に染みたような感じがしました。やっぱり下げないですよね、エバードームに関してはね。やっぱりこう期待が高いなという、売り圧が少ないなと思っていますので、ぜひ今後とも期待できる仮想通貨じゃないかなと思うので、私も応援していきたいなと思っております。今回もエバードームのチャート分析、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。